よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ミキと申します。ブログで使ってるのが下の名前が多いので、下の名前で呼ばれることとかが多いです。で、今紹介してくださったんですけど、ワードプレスコミュニティの中で9年ぐらいなんかいろいろやってて、で、仕事の方はですね、テンプル大学ジャパンキャンパスっていうアメリカの大学の東京のキャンパスなんですけど、そこでウェブサイトの運営とかをちょっとやってます。で、これは本学のサイトなんですけども、全部インハウスで作ってまして、で2011年にリニューアルした時にレスポンシブウェブデザインをかなり早い段階して2011年でやって、3年ぐらいからかな、あのチームでピクチャーフィル使ったレスポンシブイメージをやってます。なので、今ちょっと一部をワードプレスの仕事として僕がその辺いじってるんですけども、なので今回話すことは非常に興味持ってすごい注目して追ってたので、ちょっとやってみたり、調べて分かったことを短いですけど話したいと思います。で、レスポンシブイメージのおさらいなんですけども、これ、まずレスポンシブウェブデザイン、だけじゃないんですけども、画像の問題で、課題がその各種条件に合った画像を作っておいて、それを一緒に応じて、表示したいと。で、その策としてレスポンシブイメージがあって、で、実装手段がいろいろあったんですけども、今度は HTML の仕様として入ってきているので、仕様とブラウザのサポートのネイティブリストですね、これが一番有効な手段であると言われてて、で、このソースセットとサイズのこのコードを見て何のことか分かるよっていう方はどれぐらいいらっしゃいますか？困った。今日本当に時間ないので、ちょっとこの部分の解説することっていうのは時間が本当ないんですけども、要するに上のコードが大体普通のイメージ要素のコードなんですけど、そこに要するにソースセットとサイズが追加されます。で、バリエーション書き方がちょっといくつかあるんですけども、これこの後話すことに関係するのみの部分だと思うんですけど、ソースセットに、サイズのバリエーションで3つぐらいイメージが書いてあって、その下のサイズはそのある画像 この表示領域のうちのどれぐらいの割合をじゃあその画像が占めるのかっていうところ の細かい設定です。です。で、じゃあこの部分ですね。で、付け加えるとこれ、サポートしているブラウザーはこのソースセットサイズと見ていろいろ表示してくれるんですけど、サポートしてないやつは完全に無視するだけです。なので必ずソースもかなり。で、これワードプレスへのこれの実装なんですけども、僕はじめこのプラグインについて紹介しようかなと思ったんです。ところがスライドとかを作成中にですね、ワードプレスのコアに入っちゃってですね、 4.4 の今ビーター2まで来てるんですけど、そこに入りました。なので、ちょっといろいろと開発がすごく急に進んでていろいろと仕様も変わってるんですけども、経緯をちょっとどういう形でこれが入ったのかって書いてます。ここで一番重要なのは上から2個目、RCG が公式のプラグインとして開発したと。 RCG ってレスポンシブイメージズコミュニティグループっていうこのロゴ のコミュニティグループなんですけども、これ要は開発者のコミュニティで、ウェブ標準的にそのレスポンシブイメージをネイティブで実装するところの特典を作ったりとか、いろんなメディアに働きかけをしたいとしていて、で、HTML4、5.1 かにワーキングドラフトに入りましたけども、それをやった本家は本物の方々なので、その人たちが自らワードプレスとは関係ないんですよ。本当にウェブのスタンダード、ウェブスタンダード、ウェブ標準の本なんですけど、その人たち自らが作ったというプログインです。で、導入方法なんですけど、プラグインの方の場合はもうインストールして有効化するだけで OK です。で、4.4 もデフォルトで有効化されています。
で専用の設定画面とか項目なんか一切ありません。ただ入れてオンおしまいです。なのでユーザーが新たにこうそれのやり方とかって学ぶ必要は一切ないです。まあ、ただもしこういうのに対応していれば大きい画像を必要な、まあ、大きい画像をアップロードすると即有効活用される可能性があるってことだけ頭に置いておくわけですね。でここ仕組みなんですけども何をやってるかっていうとコンテンツフィルターを利用してイメージ要素にソースセットとサイズの属性を追加していきます。で適用されるのが WP アップロードに存在する画像のみです。例えばフィッカーの画像を貼り付けましたとかっていうのには適用されません。で比率を見ていきます。その画像のバリエーション、自動生成しますよね、ワードレスという画像ですが、そのバリエーションをバーッと見ていって、同じ比率のものがあればそれだけピックアップしてソースセットに追加されます。なので例えばよくある 150×150 の正方形のサムネイルとか勝手に作られるんですけど、まあ大体テーマで正方形ってあれぐらいなので、ああいうのには適用されなかったりします。で、フィルターを使っているので以前にアップされた画像にも適用され、で、あとギャラリーの画像とかサムネイルのザポストサムネイルとかっていうのはテーマとかのアーカイブとかで使ったりするんですけど、そういうのも適用されました。で、一応ポリビルはピクチャービル 2.3.1 がプラグインの版では使われたんですけども、さっき言ったように開発がまだまだやってるのでちょっとここに若干変わるかもしれません。でも大枠は変わらないと思います。で、ポリスコードが出力されます。で、さっきお店さんともほぼ一緒ですね。ちょっとアルトこれこのマトメティフィティンから引っ張ってたんでアルトとかウィスハイとか入ってるんですけども、なんかいらない必要な余計なコードとか一切入っていない。そこら辺はさすがに RICG がやっただけあってかなりそこはきちんとしてます。すごいいいかなと思います。で、さっきオンにするだけでめちゃ簡単みたいなこと言いましたけど、テーマを作る側にとって、じゃあそんな前簡単かっていうとちょっといろいろありまして、なかなかすごく効果的に実装しようと思うとなかなか難しい。で、ちょっといろいろやった中で2ポイントだけなんか2ポイントだけ紹介したいと思います。1個目はこのアップロードする画像のサイズと自動生成される画像のバリエーションの見直しなんですけど、一番下のちょっと下に入っちゃったんですけど中サイズ、大サイズ、これモトニフィティンが撮ったんですけど、すっごい空いてましたね。サイズが1024の時は300、そうするとあまり効果的じゃないっていうか、その間に800とか700とか600とかいろいろサイズがあった方がより細かく画像も出し入れができるのですごく効果的になるんですけども、これだとあまりそうですね、あんまりその機能を生かしてない。別にサイトが崩れるわけじゃないんですけどもあまり効果的じゃない。で、じゃあその画像のバリエーションどういう画像がいいかっていうところがですね、もう考えなければいけない要因がすごく多くてですね、サイズとかブレイクポイントによって外装の最大幅とかそれぞれのファイルサイズ、目的の一つが圧縮してファイルサイズを小さくすることですから、どれぐらい小さくしたいとか、でまたファイル数とかもありますし、ワードベースでこれ実際今やっていろいろ計算したんですけど、こんだけいろいろややこしいです。で、ワードプレスとホイホイこう画像のサイズを追加できるのでホイホイ作っちゃうんですけど、作りすぎると大変なことになっちゃうんです。1個の画像をアップしてなんか10何個できたりとかするのでそこは気をつける必要があります。で、もう1個サイズ属性ですね。もう今なんですか、このどうしてもですね各テーマにおいて画像のメディアクエリとか幅とかこういうのを図像に取得できないんです。機械的なワードプレスだけの問題じゃないんですけども、それでもうほぼ 100% の横幅で画像を表示するっていう仮定して決め打ちしてとりあえず入ってます。とりあえず入ってるっていうのは入れなきゃいけないっていう仕様がHTML のものにあるからですね。で、これを適切な設定を行う必要があるんですけども、それ用のフィルターが用意されています。プラグインではちょっとフィルター名とか仕様がちょっと違うんですけど やってることは同じです。で、これでカスタマイズができるということですね。できないことは、一部の機能がちょっとマージが見送りされています。それからピクチャー要素とかソース要素というのが 5.1 に入っているんですけども、これ見送って今後の開発次第です。なのでもうベータ2までいってるんですけど、まだまだガンガンなんか議論されて開発中なので
もしそういうことが興味ある方は覗いてみてください。特にパフォーマンスとかあたりですね、相当議論されているみたいです。はい、これも最後です。24.8% っていう数字を今朝ナオコさんが言って、それが世界中のウェブで使われるワードプレッシュの割合なんですけど、ソースセットが世界中のウェブで使われている割合って 0.00 なんとかかんとからしいんですよね。それが、ようやく HTML5 の使用に入り、ブラウザのサポートも今だいぶ進んで、ほとんど現行はサポートしています。で、あとはじゃあサイトを実際に入れてくださいよってところで 24.8% のシェアを持っているワードプレスのデフォルトに入ってデフォルトに出てくるっていうのはすごく非常にいきなり 0. 何とかからここに数字が上がってくるっていうのはものすごくでかいことで、ワードプレスというよりは HTML、ウェブスタンダードという標準全体で結構すごく影響力があります。まあ、ただ知ってる人はでもそんなすぐみんなバージョンアップ製品よねっていうオチがあるんですけれども、まあでもやっぱそれだけ影響力を持っているようになったっていうことですね。以上です。すんごい書き出してすみませんでした。スライドマップリンクスピードアップするのを見てください。ありがとうございました。